どうも、阪神情報局です。今日もテイガースの最新情報についてお話をしていきましょうということで、現在、この動画を撮影しているのが、 1>, 1月21日の日曜日なんですけれども、今回の動画はタイガースの最新情報まとめです。広く細かい複数選手の最新状況をお届けしていきます。各選手の細かな動きを知ることで、また違った見方もできると思いますし、全後関係、時系列の破綻なく、一本見ていただき、有益な時間にしていただけるようまとめていこうと思いますので、よかったらオフの情報収集にご活用ください。では早速お話をしていきますが、タイガースの最新情報まとめ、 気づけば春のキャンプまでもう10日ほどですね。我々プロ野球ファンにとって春はもうそこまで来ている。このキャンプで一体どういう流れが待っていそうなのか。この点についてお話をしていきますが。まずは今年も沖縄で鳥谷塾が行われます。鳥谷さんの臨時コーチですね。去年も鳥谷さんは臨時コーチとして沖縄に来てくれて、改革されていった入遊間の選手たちに対し、それぞれ指導を行ってくれました。まあ、ショートは木並選手と小畑選手で固定していく中で、2人に指導してくれたり、まあ、それこそ中野選手はショートからセカンド、 にコンバートで鳥谷さんも同じような経験がありますからね。現役時代培ってきた鳥谷出雲をたくさん注入してくれました。で、今年も鳥谷さんは沖縄に3日間滞在する予定で、2軍キャンプにも足を運ぶと。 去年一軍の試合に出てない選手も見られるんで、それは楽ししみでですすねと若と若の対面も心待ちにしていますでこれは岡田監督が就任した際、もう最大理論として語っていた部分でもありますが、高卒でレギュラー選手を作っていく。で、今のタイガースを見ていくと、高卒のショート、かなり多いんですよね。小畑選手をはじめ、複数ポジション守っていますが、高寺選手であったり、遠藤選手、そして鳥選手や、ルーキーでは山田選手や桃崎選手もいる。で、鳥谷さんはそのことについて、めちゃくちゃ多いですね。これからの参考になるようなこと、 少しでも感じてもらえたら。 大卒社会人じゃなくて、1から育てていって、高卒からしっかり育てば、育成も含め、球団が問われるところだと思う。選手によって必要なものって違ったりするんですけど、できるできないではなくて、早めに必要なものが分かれば、そこから先の野球人生が変わってくると思うと、このようにコメント。まあ、鳥谷さんは大学からプロ入りという流れでしたが、内野手はどんどん高卒で守っていく選手が出てくると面白いと思うと、まあ、このあたりは岡田監督の観点と合致してます。ショート、サード、セカンド、様々なポジションを守って、合計ゴールデングラブ賞度獲得。 塾にににによよっててて若手選手選たちがどどんななアドバイスを受けどののうう未来につなげてくれるのか楽しみにししみいきましょうさあ、そしてもう一つ、春のキャンプの流れで言うと、岡田監督が、今年は紅白戦まで、シートバッティングは実施しない、この流れというのを明言しました。まあ、第3クールにあたる11日と12日、1軍2軍合同の紅白戦が行われる予定ですが、その最初のアピール機会というのは、もうぶっつけ本番になります。まあ、シートバッティングは入れるつもりはないと、岡田監督は否定。また、あ、他球団の流れというのを見ていくと、 自主トレでの仕上がりが早い近年まあ、早々と実践を行うチームというのもありますよねただ岡田監督の考えは逆ですまあ、結果が伴う対戦形式アピールをしたいとまあ、それが焦りに繋がったりというのを防ぐために第一クールと第二クールはしっかり練習して後から実践していくまあ、岡田監督らしい考えで実は昨年も同じ方針を持ってキャンプに入りましたですが選手の希望そしてコーチの進言もあって紅白戦前にシートバッティングを実施でそこでノイジー選手と三エセ選手の2者連続だ、まあ、かなり 話題になりましたが、そこで投げていたのがキリシキ投手だったんです。で元々このマッチアップになる前、ノイジー選手とミエセス選手に対しては右のサイドハンド岡留投手との対戦が予定されていました。ですがそれを変えたのが岡田監督。最初から変則ピッチャーを打たせるとか選手を潰したらあかん臨機応変にやらなと。まあそこで左のキリシキ投手に変わったと。でそこから2者連続ホームランが生まれ。まあそりゃノイジー選手とミエセス選手の2発に注目が集まります。ただ岡田監督はそのことよりもキリキをフォローせなあかんと。まあ どちらかというと右バッター二人に打ちやすいキリシキ投手を当てはめ、で、結果的に打たれる形になった。ただ、岡田監督は、キリシキ投手が自信を失わないようにと、まあ、そこを一番心配していたんです。まあ、だからこそすぐ岡田監督はコーチ陣集めて、もうちょっとちゃんと考えて練習せなあかんと、まあ、だいぶ文句言うたと、まあ、当時不満と言いますか、思いというのを明かしていましたけれども、まあ、今年も選手を潰したらあかん。そういう考えのもと、紅白戦までは実戦をやらない、岡田監督のプランを貫く予定です。まあ、だからこそ岡田監督は紅白戦あたり、 で入れ替えるここも明言しています。まあ古いの場となる紅白戦まで実戦の場がないだけにピッチャーやしとわずより意識の高い取り組みが求められるで一発で結果を出していかなければいけない。お、まあ、特に若手選手は結果が求められます。でそういった中で今回特に注目していきたいのが昨シーズンは一軍キャンプスタートを掴み取っていた今年4年目を迎える酒井田選手です。まあ、残念ながら先日発表されたキャンプの振り分けメンバー一軍スタートメンバーの中に酒井田選手の名前はありませんでした。まあ田選手の過去三年間のファームの 成績というのを見ていくと打率2割5分7厘2割4分3厘2割4分とまあもちろん1軍と2軍でピッチャーのレベルというのは変わってきますがもしある程度1軍でもこういった数字を残すことができればまあ打撃のラインとしてはね1つ合格ラインになってくる部分かなとで坂枝選手結構コンタクト率がいいんですよねまあ1年目から三振率を見ていくと1割7分8厘1割5分2厘1割6分6厘と三振が少ないタイプの選手で2022年そして昨シーズン2023年と1軍でそれぞれゲームに出ていますが 2年間、しっかりヒットも打っている。ですので、バッティングの全体感見ていくと、ある程度爪痕は残せているかなというところですし、ま特にファームでは坂枝選手のリードを結構評価されてましたからね。ま肩もいいということで、ましかも大卒、もう今シーズン26歳を迎えますから、一つ勝負をかけていきたいタイミング。ただ、坂枝選手がずっと悔やんでると言いますか、ま悔しい思いをしているのが、優勝決まった後のゲーム、門別投手とバッテリーを組んだんですが、そこで岡田監督は、坂枝選手のリードに対し連続言及していたんですよね。で、当時のこと、 を振り返る。岡田監督はソラモン。別は自信ついてるやろな。ちょっとあの時はキャッチャーも境だったし、配球とかいろんな面でもうちょっとちゃんとしたらもうちょい抑えるよ。なんでこんなん投げんねん。ここでとか思ったけど、そうやけど優勝の後やったからあいつらに任せて投げさせたけどとこのように語っていたんです。まあですので、キャッチャーとして打つというのもそうなんですが、やはり一番重要視されるのはいかにピッチャーを引っ張っていけるかまあリード面ですよね。まあ昨シーズンで言うと坂本選手のそういったところがかなり光って、まあ、優勝日本一に大きく貢献してくれたんで、岡田監督が。 理念として掲げるのが守りの野球でその中でキャッチャーというのはめちゃくちゃ重要ポジションそして坂田選手の立場から考えちょっと逆風気味になってるのが岡田監督の高卒キャッチャー育成プランですよねキャッチャーは高校生よ須田んとあかんわ 面に頭の中の癖がつかううちに新鮮なうちにプロのボール受けさせてそれは配球とかもなとで実際一軍キャンプスタートメンバー見ると主軸となる梅野選手坂本選手に続き藤田選手と中川選手が一軍スタートをつかんでいるもうやっぱりこれは岡田監督のプランに沿った流れになってますし坂井田選手からすれば悔しいスタートになりますがここからいかに盛り返していけるかでそんな酒井田選手は今年のオフ野手陣が集まる合同練習ではなく岩崎投手が後輩ピッチャーを引き連れている合同自主トレここに参加しています、まあ のも参加している。ピッチャーは全てサウスポー。岩崎投手はもちろん島本投手桐式投手、及川投手で、育成の川原投手もそうです。で、そんな合同自主トレ第2クールから加わったのが境田選手なんですね。で、これは去年に続き2年連続で境田選手はそのことについて、めちゃくちゃいい練習ができていると思う。トレーニングも走る方も打つ方も本当にと充実の日々を振り返っていますが、まあ、どちらかというと合同自主トレピッチャーはピッチャー。野手は野手このように集まって行うことが多いですよね。で、ピッチャー練習とバッティング。 取り組むメニューでは変わってきますから、練習効率というのを考えれば、堺田選手も他のチームに参加することも、まあ、選択肢の一つだったとは思うんですが、堺田選手はそのことについて、ザキさん、島さん、桐嶋がボールを一箱投げてくれる、打つ方もしっかり練習できていると。今やもうタイガースはサワン王国と言っても過言ではないですし、そういったピッチャーたちの生きたボールを打てる、そして取れる、野手陣のところに行ってもいいんですけど、打ち込みの数っていうのは本当に一番いい環境じゃないかなと。独り占めじゃないですけど、ピッチャーと振り合うというか、一緒の時間を のはすごく大事なことやっぱりピッチャーに信頼してもらうっていうのが試合に出た時にいい結果を生むと思うんで抑えるのはピッチャーとの共同作業この期間は大事ですとこのように明言まあ、やっぱり境田選手からすれば昨シーズン回ってきたチャンスでまあ、リード面で悔しい思いをしたまあだからこそピッチャーたちと時間を過ごし自分の糧としている 優勝の場にはいたんですけど、心の底から喜べたかというと、全然そうではなかった。やっぱり試合に出て、チームに貢献して優勝したい。かなりアピールしないとチャンスはもらえないと思うんですけど、そこを突破できるようにと。先ほどもご紹介した通り、坂本選手、梅野選手という軸の二人がいて、岡田監督のプランに沿う形で、藤田選手、中川選手が一軍スタート。まあ、今現在、坂枝選手からすれば逆風という感じになっていますが、それを押しのけて、また一軍キャンプを掴み、まあ、実戦で結果を出していくことができるか、今シーズン4年目、坂田選手の活躍、 期待していいいきたいなと思いますはい、ということで、今回の動画では、タイガースの最新情報をまとめ、ご紹介していきました。もう春のキャンプまで10日ほど、そろそろ春がやってきますが、その中で今回ご紹介した坂枝選手、悔しいスタートにはなりますが、絶対どこかでチャンスは来ると思います。ピッチャーからの信頼を得るため、ボールを受け続け、少ないチャンスかもしれませんが、そこをものにしていく。それが今シーズン4年目ね、1軍での対等につながると思いますんで、これから一体どんなアピールが待ってるのか、注目していきましょう。 皆さんは本日ご紹介した最新情報、それぞれどのように考えますでしょうかよかったら皆さんのご意見というのもお聞かせいただけると嬉しいです。ということで以上、今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいです。この動画が面白かった、ためになったと思っていただけた方は、よかったらチャンネル登録、グッドボタン、押していただけると嬉しいです。皆さんのおかげで、この半身情報局、チャンネル登録者52,500人突破、いつもありがとうございます。皆さんのご視聴、コメント、高評価、チャンネル登録が励みになってます。次は目指せ、チャンネル登録者5万3,000人ということで、 今後とも阪神情報局、何卒よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。毎日、たラほー、ありがとうございました。今シーズンは第3キャッチャー枠争い、ここも激しくなってきますが、一体どんな展開待ってるのか注目していきましょう。ではまた